伝説の音楽プロデューサー藤原宏がガンユータに惚れた理由。ガンユータのレシピが彼の心に響いたのは、楽曲そのものの純粋さと、騎士の持つ独自の感受性にあるのではないだろうか。藤原宏とガンユータ、この二人のコラボレーションは、多くのファンに驚きと感動をもたらした。藤原宏は、本の音楽やファッション界において、長年にわたり独自の存在感を発揮してきた人物である。 その洗練された美学と、時代を超えても変わらない感性で、多くのアーティストに影響を与えてきた。一方、岸優太は戸部所属の音楽グループナンバーアンダーライン愛のメンバーとして若手アーティストとして頭角を減し、最近ではソロアーティストとしても新たな領域に進出している。そんな二人が交わることで生まれた音楽的融合は、単なるリミックス以上の深い意味を持っている。このコラボレーションの中心にあるのは、 ガン・ユータの楽曲、レシピである。この曲は、彼自身の感情や内面を丁寧に描き出した作品であり、その詩の深みが聞く者の,の心に直接訴えかける。藤原宏によるリミックスは、オリジナルの、レシピにさらに透明感を加え、楽曲全体をまるで新しい次元へと引き上げたかのように感じさせる。特に、失った自尊心をという歌詞の部分は、オリジナルバージョンでも聞く者の,の心を指すような強さがあったが、 藤原の手によってリミックスされたバージョンでは、その感情がさらに研ぎ澄まされ、まるで氷のトゲが突き刺さるかのような冷たくも鋭い印象を与えている。このように、リミックスは単なる音の変化ではなく、曲全体の雰囲気や感情を新たな形で再構築する力を持っている。藤原宏は、これまでもさまざまなアーティストの楽曲に手を加えることで、オリジナルの持つポテンシャルをさらに引き出してきた。例えば、 彼が手掛けた他のリミックス作品においても、オリジナルのメロディーやリリックの持つ力をより深く掘り下げることで、リスナーに新たな視点を与えてきた。今回の、レシピのリミックスもその例外ではなく、岸優太の才能が新しい角度から輝く瞬間を作り出している。では、なぜ藤原弘はこの楽曲に目を留めたのか。これこそが、今回のコラボレーションにおける最大の謎でもあり、同時に最も興味深い点でもある。 藤原は、ファッションや音楽など、様々なカルチャーに深く関わってきた人物であり、彼がどのようなアーティストや楽曲に惹かれるのかは予測が難しい。しかし、ガンユータのレシピが彼の心に響いたのは、楽曲そのものの純粋さと、騎士の持つ独自の感受性にあるのではないだろうか。藤原自身も、自身のキャリアを通じて常に新しい表現やスタイルを追求してきた。彼が、レシピに見出したものは、 単なる商業的な成功を超えた人間の心の奥底にある感情や葛藤、それを音楽として形にする力だったのかもしれない。また、このリミックスにはもう一つの特徴がある。それは、ミニー・リパートンのラビン一重引用浮遊との融合だ。ミニー・リパートンは、その独特の歌声と非常に高い音域で知られるアーティストであり、彼女の曲は今でも多くの人々に愛されている。 特に、ラビン一重引用浮遊は、彼女の代表曲として広く知られており、その美しいメロディーと鳥のさえずりのような高音が特徴的だ。この曲が、レシピに取り入れられたことで、楽曲全体がさらに柔らかく、幻想的な雰囲気を帯びるようになった。岸優太の透明感のある歌声と、ミニ、リパートンの高音が絡み合うことで、まるで空中を漂うような、夢のようなサウンドが生まれている。 このようにして、藤原博士と岩優太そしてミニ、リパートンということなる時代や背景を持つアーティストたちが一つの楽曲の中で融合することで、リスナーは新たな音楽体験を得ることができる。このリミックスは、ただ過去の名曲を再利用するのではなく、新しい視点で音楽を捉え直すという、藤原博士のクリエイティブな姿勢を象徴している。また、岸優太自身もこのリミックスを通じて、 自身の楽曲が新しい形で評価されることに喜びを感じているに違いない。さらに興味深いのは、このリミックスがもたらす今後の可能性だ。藤原宏が手がけたことで、レシピは新しい層のリスナーにも届くようになった。特に、藤原のファンや、彼の影響を受けたアーティストたちにとって、このリミックスはガン・ユータというアーティストを新たに発見するきっかけとなるだろう。実際、 藤原宏のリミックスはこれまでも彼のセンスや感性に共感するリスナーたちによって支持されてきた。今回のレシピも例外ではなく、その透明感と柔らかさがリスナーの心に深く刻まれることは間違いない。また、このリミックスは日本国内だけでなく海外の音楽シーンにも影響を与える可能性がある。藤原宏はこれまでも国際的なアーティストとのコラボレーションを積極的に行ってきた。 その結果、日本の音楽が世界中のリスナーに届けられる機会が増え、日本のアーティストたちが国際的に評価されるようになった。今回のレシピのリミックスも、そうした流れの一環として、岸優太が海外のリスナーに認知される大きなステップになるかもしれない。そして、岸優太自身の今後の活動にも注目が集まる。彼はこれまで、ソロアーティストとしてのキャリアを着実に築いてきたが、 今回のリミックスは彼の音楽的な可能性をさらに広げるきっかけとなるだろう。リミックスによって新たな側面を見せたレシピは彼が持つ多面的な才能の一端を示しているに過ぎない。今後、彼がどのような音楽を作り出し、どのようにその才能を発揮していくのか、多くのファンが期待していることだろう。また、このリミックスが持つもう一つの側面として、ミックスと リミックスの違いいについて考えるることができる一般的にミックスとは異なる音源を組み合わせて新しい曲を作るプロセスでありリミックスは既存の曲を再構成し新しい解釈を加えるプロセスだ藤原宏の手によるレシピのリミックスは単に音を加えたり変えたりするだけでなく曲全体の意味や感情を再解釈する試みであるこのようにしてリミックスは新たな生命を吹き込まれ オリジナルのの持つ魅力がささらに引き出されるのだ最後に今回のコラボレーションが持つ象徴的な意味についても触れておきたい。藤原弘と岩優太という異なる世代やジャンルで活躍するアーティストが手を組むことで音楽の境界を超えた新しい創造が生まれた。このようなコラボレーションは現代の音楽シーンにおいてますます重要な役割を果たしている。特にデジタル技術の発展により リミックスやコラボレーションが容易に行われるようにな。他現代において、異なるバックグラウンドを持つアーティスト同士が協力することで、新たな表現の可能性が広がっている。藤原弘と岩優太のレシピのリミックスは、単なる音楽的な実験にとどまらず、アーティスト同士が互いに影響し合い、共鳴し合うことで生まれる新しいクリエイティブなプロセスを象徴している。このリミックスが多くの人々に愛され、 音楽シーンに新たな風を吹き込むことは間違いないなだろう。そしてこのコラボレーションが引き金となり今後さらに多くのアーティストが新しい形で音楽を再解釈し共有する未来が待っているのではないだろうか。